ください。
ワームホール採掘機の停止を確認。ワームホールの生成に失敗しました。なぜ機械が止まった？原因を分析したところ、ワームホール生成に必要なエネルギーが不足していることが分かりました。また今の失敗を踏まえて再計算したところ、機関用ワームホールの生成にはクバンエナジーで得られるエネルギー量だけでは不十分であり、より高純度なエネルギー結晶体イリスエナジーの入手が絶対条件になることも判明しました。どうやら私の内蔵データベースに保存されていたワームホール採掘機に関する情報が改ざんされていたようです。改ざんだと？一体誰がそんなことを？おそらくグッドラックの仕業だろうな。誰だ？私はジョセフ・グルーエン、 DT 世界調査計画の責任者だ。君たちがわずかに開いたワームホールを通して通信を行っている。しばらくすればまた途絶えてしまうだろうがね。今の説明には記録との齟齬があります。調査計画の責任者はグッドラックであり、あなたではありません。彼は解任された。度重なる命令違反や独断専行にとうとうセクションの上層部も見て見ぬふりをできなくなったのだよ。優秀な男だし友人でもある。私もできる限り擁護してきたつもりだが、さすがに今回のような無関係の人間を DT 世界に送り込むという暴走行為まではかばいきれなかった。暴走だと？つまりキャプテンの任務は？グッドラックによる独断だ。我々の機関による正式なものではない。グッドラックはおそらく君にカロン部隊のデータを回収させることでその技術の独占を図ったのだろう。だが彼の企みは失敗に終わった。目下のところ私の仕事は君たちを無事にこちらの世界に帰還させることにある。お待ちください。任務情報にはキャプテンにとって必要なデータの回収という項目があり、その目的が達成されるまでキャプテンだけはこちらでの活動を続けるべきと考えますが。必要なデータ？あはあ、腕の剣かね。安心してくれキャプテン、グッドラックが君を利用するためにでっち上げた嘘だ。その回復はセクションの既存の技術によるものだよ。腕の剣って？なあすまない、こちらの話だ。とにかく全ては一人の欲にまみれた男が見せた幻だということだよ。君には申し訳ないことをしたと思っている。ではその他の任務、ディーテ世界の調査記録およびカロン部隊の生存者の回収などはどうなるのでしょうか？成り行きとはいえそちら側にいるんだ。カロン部隊のデータが人類のためになることは事実であるし、セクションとしても回収したいと思っていた。可能な限り継続してくれるとありがたい。もちろん強制はしないが。助けましょうキャプテン、できるだけ多くの人を。さてどうやらもうすぐこの通信も途切れそうだ。最後に私も君たちの機関に協力させてもらおう。この無線通信を介して私の持っているカロン部隊に関するデータを送る。部隊の通信途絶直前に届いたものだ。データの破損が激しく断片的にしか内容はわからないが、詳しく解析すればイリスエナジーの採掘地点である特異点に関する情報も見つかるかもしれない。行き詰まった時は活用してくれ。君たちの健闘を祈っているぞ。最優先任務をビーテ世界からの帰還に変更しました。すでに判明している特異点の場所をマップに表示しましたので、まずはそちらに向かってください。